どうもこんにちは、しょうゆです。今回はこちら2023年8月31日発売のエスカワイイ特別編集推しフェス2023天才的なアイドルサマーを購入いたしました。ジュースジュースが表紙を飾ってて、みんなそれぞれモノトーンコーデに差し色のピンクが可愛い衣装になってます。もう表紙だけでも注目ポイントが満載なんですけど、まずユメリアイの色違いベレー帽、センターがレイバーやったり、ルルちゃんの腹筋がチラ見えしてるところもアーリーのボス感出てるところもめっちゃいいなって思いました。裏表紙はフルーツジッパーさんということで、11月23日にはフルーツジッパーさんとジュースジュースのツーマンライブフルーツジュースが行われます。もうフルーツジュースっていうタイトルがめっちゃ可愛いですよね。フルーツジッパーさんは何曲か聞いてみたんですけど、王道アイドルって感じで、曲も衣装もミュージックビデオも全部可愛いけど、声がそれぞれに特徴があって、味の違うケーキの詰め合わせみたいなイメージやなって思いました。次に購入特典なんですけど、今回もインフォーススクエアのオンラインショップで購入したんで、この限定ポストカードがついてきました。表紙のアザーカットで、裏はソロカットになってます。それでは気になる中身をチェックしていきます。まずはジュースジュース新生グループとしてのプライドブライト、無敵すぎる11人の輝き、タイトルが強すぎ表紙と同じモノトーンにピンクの差し色コーデで、1人1ページ Q&A のコーナーになってますね。これは10ページ11ページのユメリアイの配置が完璧やな。18ページからは私たちのドレミの歌、今はまだ軽く見ただけなんですけど、このコーナーめっちゃ面白いです。衣装はプライドブライトの衣装で、で前から思ってたけど、川島美穂ちゃんの衣装もめっちゃ可愛いな。その次はリーダー上村あかり、新メンバー川島美穂、本音で語る2人の意思、アーリーとミンプラの対談ですね。23ページの上に4枚写真があるんですけど、右下の美穂ちゃんの笑顔がめちゃめちゃ可愛いです。手をつないでる後ろ姿も姉妹感があって、ここだけくり抜いてちっちゃいフレークシールを量産したいなって思いましたこんな感じでジュースジュースは全18ページ特集してくれてました。めっちゃ嬉しい。そして今回の特別編集号はハロプロからジュースジュースの他にも、椿ファクトリーの笠井由美ちゃん、八木しおりちゃん、福田真凛ちゃん、ヨフウルノちゃん、お茶の間の田代すみれちゃん、筒井ろこちゃんも登場してます。ジュースジュースの次はページちょっと飛んで、椿ファクトリーのリトルキャメリアンナイト、今回こんな内容で特別編集号が発売されますっていうのを見た時に、一番謎やったコーナーですハロウィンの何かするんかなって思ってました。実際には椿ファクトリーの失恋系恋の歌2曲、弱さじゃないよ恋はと間違いじゃない泣いたりしないをイメージしたフォトストーリーとのことです。リトキャメ1人2ページずつ Q&A のコーナーがありました。八木しおりちゃんの白いシフォンのミニワンピがすごい似合ってるなって思ったし、個人的にギンガムチェックが好きなんで、福田真凛ちゃんのセットアップも可愛いなと思いました。次は顔のタイプ別メイク、お茶ノーマお茶メイクということで、田代すみれちゃんはバブミメイク、筒井ろこちゃんはクールミメイクといういつもと違う2人を見ることができます。すみれちゃんは前髪を巻いてて新鮮やし、ろこちゃんは48ページの超ドアップにちょっとびっくりしてしまったんですけど、かっこいい雰囲気がすごく似合ってます。あとはバッグとポーチの紹介なんかもありました。はい、ということでエスカワイイ特別編集推しフェス2023天才的なアイドルサマーの紹介でした。 E ラインナップモールで購入することもできるんですけど、どちらもまた違った絵柄のポストカードが特典になってました。サイン入りチェキ応募の締め切りが2023年10月2日までなんで、忘れないようにしたいですね。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。